はい、皆さん、こんにちは、いやよんでございます。今回、じゃーん、こちら。スタンドマルチファクション、4、ニンテンドースイッチ、ゲームコンソールアクセサリーズ。ということで、こちら、えー、まあ、収納スタンドみたいなものですかね。はい。まあ、裏面見ていくと、まあ、こんなような感じで、まあ、自由自在でね、収納ができると。はい。ニンテンドスイッチ、ホストベース。まあ、スイッチはドックのことですね。はい。ドックを もう収納できますし、えー、ポケボールプラス、まあ、モンスターボールプラスですね。まあ、これ2個入るみたいなんでね。まあ、私1個しかちょっと持ってないんで、ね、まあ、今回はいいでしょう。えー、ゲームカード12ということで、 ま、じゃあ今回、こちらの12個のソフトケースを用意しました。まあ、これも入ると。スイッチ NS ゲームコントローラーということで、ま、あジョイコンでしょう。ジョイコンが4つということで、はい、4色のジョイコンを用意しました。そして、スイッチのプロゲームコントローラー。まあ、プロコンですね。プロコンも、ま、2個入ると。スイッチ NS オリジナルチャーシングハンドルということで、まあ、あの、グリップですかね。はい、グリップも一応入ると。 そして、スイッチのホスト。はい、ホストですね。スイッチ本体。はい、という感じですね。え、フックアップっていうのは多分、中の部品のことになるかな。はい、ということで、まあなんか、組み立てから始まるみたいですね。はい、ということで、じゃあ早速、開けていきましょう。はい、オープン、ジャン、おー。はいはいはい。まあ、こんな感じですかお、すごい。<laughs> なるほど。これ、組み立ていっていくわけか。はいはいはい。じゃあちょっと、組み立てていこうかね。組み立て簡単。スイッチ、多機能収納スタンド。 っていう名前ですかはい、スペースも取らなく、まあ、組み立ても簡単で、まあ、安定感があるという感じになりますね。じゃあ早速ちょっと組み立てていきましょうか。まあ、おそらくこれが下ですよね。で、これをこれ、こぼはめるのかなこうか。これでこうか。おお、はまりました。おー、簡単だね、確かに。で、こういうことか。おお。まあ、こういう感じかな。そして4つの橋立てたら、この上に、ここの穴に差し込むだけですかはい完成です これでオッケーですかね。おぉ、いいですね。まあ、こんな感じになると。で、ここにね、まあいろんなものを乗せられるわけですね。で、ちょっとね、ここに書いてあるものを例にね、ちょっとやってみますか。まずはこのお皿。この上のお皿に、まあ、ジョイコンがちょうど4つ入るみたいですね。じゃ、ちょっと置いてみましょうか。はい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 、おぉ、いいですね。まだ入りそうですね。ジョイコン5個くらい入りそうじゃないですか。はい。あ、ちょ、ちょうど5個だといい感じですね。はい、まあ5個まで。 じゃ、入る感じですかね。で、ここの横にはプロコンですかね。はい。こうですかおーでこうおうおおいいね超いい感じじゃないですか。はい。まあ、こんな感じで、それぞれの左右に、えー、プロコンが、こうやって置けますね。そして、後ろのここですかこのくぼみ。ここにはね、このグリップ。これが入るみたいですね。はい。おおはい、立ちましたね。 いい感じに。はい。こんな感じですね。そして、ここの間この空間にはソフトケースがまあ12個入るみたいなんでねで。ちょっと入れていきますか。縦な感じで、はこう入っていくわけですね。はい。おーおーおぉ、おぉ、全部入るあ、入りますね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ソフトケースも、まあ、この下の空間に入れることができますね。で、最後、ここ。 この下の部分。ここに、ま、ニンテンドースイッチ本体が、ま、こう、ドーンと置けるわけですね。いいですね。で、こう、下になんかくぼみがあるんで、なんか充電をして、この充電コードをこう引っ張りながらとかでも、おそらくできるそうですね。はい。まあ、こんな感じで一つの使用例として、できました。いやー、これすごいね。神だろ、これ。めちゃくちゃ本当にスペース取らずにね、このニンテンド純正品が全部ね、こう、まとまっちゃったよ。 はい。まあ、こんな感じでできるんで、まあ、純正以外のもの例えば、ホリコン。えー、こういったホリコンもちょっとね、乗るのか見てみますか。今、下手な全部純正のものです。これはあいい感じぴったしですねはい、いいじゃないですか。こんな感じもいいんじゃないですか別に。ジョイコンちょっと潰れちゃってるけど。ねえ、まあ、適当にもここに積んじゃっててもね、結構いい感じになるんじゃないですか あと、ドックか。ドックも忘れてたな。まあ、これ、使用パターンは多分無限大だと思いますんで、ドック入れるのもありですし、まあ、ソフトケース入れるのもありですし。まあ、じゃあ、ソフトケース入れないで、じゃあ、ドックを入れた場合、ドックはこれ、あ、ピッタしじゃーん。はい。まあ、こんな感じでドックも入れ,られると。逆になんで、ここに、スイッチ本体もいけるんかな。これドックに、ドックにセットしたら、天堂スイッチ本体も。もお入るやん <laughs> で、スイッチ本体ここに下に入れといてさ。で、こっからまあ線とか繋げてさ、もうテレビに行っちゃってさ。で、これで上にコントローラーが置いてある。これ最高じゃないこれ完璧なパターンじゃないですかねえ、いいですね。で、ここ何すんのって。まあ最近だとマリオメーカーとかなんで、まあタッチペンここ置いとくのでも、も <laughs> いいですね。もうすごい高級なタッチペンだね、これ置けると。はい。まあこんな感じだ あと、ここですね。ここの、この黒いくぼみ。ここに、あの、ゲームカードが入るみたいだったんですね。なんで、ちょっと入れてみますかまあ、これが、こう、はい、こんな感じで、入ると。これが、まあ、こう、ああ、いいですね。はい。まあ、こんな感じで、これが、ま、12個入るよって。ま、パッケージもこの下にね、収納することもできますし、まあ、ゲームカード本体も、こうやってね、ここに12個挿すことができます。まあ、これね、ああ、あれやりてえなーと思ったら、ええー、と、ああた、ピッツってね、これ取って、こう入れられるわけですね。 ま、それすぐプレイができると。いやー、これ素晴らしいや。はい、これ裏にするとですね、まあ、ここにね、な、こういった、なんか引っ掛けられる部分がありますね。まあ、こことかには、例えば、こう、ジョイコンのね、ストラップを、ま、こうかけたりとかね。まあ、そういったものも、こう、つけることができますね。はい。まあ、こんな感じでも、できると。いいですね。まあ、こういったところもありますね。まあ、ほんとに使用パターンは無限大なんでね、まあ、なんでも、置けそうですね。はい、例えば、じゃあもう、ホリのこれ、テーブルモードをね、あの、いい感じにするやつ。 え、これとかもまあ、ここで置いたりとかもできますしね。上に置いたりもでもいいですね。まあ、どこにでも置けますね。GC ホリコンは置けるんかなああ、もういい感じね、じゃないですか。<laughs> もう何だって置けますね。はい。むしろここにね、テレビのリモコン置くんでもいいんじゃないですかはい。ウ <laughs> ィリモコン置いたっていいしね。<laughs> もう何でもできちゃうよ。すごいすごいすごい。 はい、ということで、まあ、今回はですね、こちらの、え、ニンテンドースイッチの収納スタンドですかえー、こちらをちょっとね、え、買ってみて、えー、使ってみました。いやー、これはすごいと思うね。こんなにね、スペース取らなくね、全部入っちゃうからね。わー、これはすごいと思いますよ。はい、ということで、私が買った、えー、a z o n リンクの方、動画説明欄に貼ってありますんで、ぜひそちらから購入の方考えてみてください。ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。では皆さん、さよなら。